アフリカファッションチャンネル。どうも、こういちです。よろしくお願いします。お願いします。では今回は音楽についてのお話、はい、BGM、ね、BGM についてのお話ですよね、はい、サウンドトラックで僕が好きな曲をちょっと取り上げさせてもらうんですけど、はいはいはい、最も危ないデカの中の挿入歌で、はい、Rock with me と Rock with me いう曲があってですね、この歌がめちゃくちゃかっこいいんですよ。かっこいいんですね。かっこいい。最も危ないデカって本当に一番の傑作だと言われてるんですけど、はいはいはい、その中でかかった曲なんですよね。で、このアーティストの方が、ゲイル・ロパータ・レノンという方、はい、で BGM の 1回目で撮った Where do you go from here のアーティストと同じ、同じ人がこのロックイズミーをまた歌ってらっしゃる。おー、はい、そうなんですね。で、声質もすごくいいし、うんうんうん、で、Where do you go from here というのはこうちょっと、まあ、悲しさというか切なさというかっていう曲だったと思うんですけど、このロックイズミーはテイストがちょっと変わって少しアップテンポな感じの曲になってます。なるほど。で、これがその映画の中ではタカが、まあ、活躍するシーンにかかってくるんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよね。何回ぐらいかかるんですか？ね、1回だけだと思います。あ、1回だけなんですね。そのシーンだけ。ほー。のはずですね。でもその1回だけで、こういう人にはすごくこう、鮮烈な印象が。はい。そうですね。もう最も危ないデカって僕何回見たかわかんないんですけど、うんうんうん、この曲のかっこよさって、ほんとセンスがあるし、その曲を翻訳をするというよりは、意訳をする。直訳じゃなく、意訳。そうですね。ですね、なので、うん、アブデカの世界観とか僕個人のちょっと解釈も含めながら、うんうん、この Rock with me の歌を訳していきたいな。いいですね。いい歌なんですよ。ということで楽しみです。はい、やっぱりね、意味が分かると本当にアブデカワールドにもっと浸れるので、なるほど、早速じゃあ行きたいと思います。はい、はい。これが、うん、あの感覚、That feeling again、 あの感覚がまたあると、はい、うんうんうん、でそれが、まあ、私に押し寄せてくるという、あの感覚っていうのは何だろうっていうのもちょっとこの後、ね、ポイントになってきますけど、気になりますよね。その感覚があって私に押し寄せてくると、うん、でそれを私の中でその感覚が燃え上がるのを感じて、感じる。でそれはいつ感じるかというと、あなたが私を見るたびにいつもその感覚が私の中で燃え上がるのを感じる。ほう、なんかね、なんか色っぽいですね。色っぽいですよね。これが抵抗できない誘惑、うん、スイートテンプテーションっていうのが誘惑ですね、はい、で I just can't resist が抵抗できない。でその誘惑によって、まあ、ポイントオブノーリターンってよく聞く熟語なんですね。なるほど。戻れない場所、ポイントノーリターン。なるほど。ポイントオブノーリターン。なのでその誘惑、抵抗できない誘惑によってあなたは私を戻れない場所に連れていく、うん、ですね。へー。あなたのするように私にして、うん、で、Tell me you feel って、あなたもそれを一緒に感じてるって言ってっていうことですね。何かを求めてる感じですね。なんか求められてる感じしますね、はい、そうなんです。はい、Take me into your arms、 ここは難しくないですよね、はい、あなたの腕の中に私を連れてって。なるほど、はい、なるほど。Show me what to do がどうしたらいいか教えて、うんうん、で Love me through the night、 もう夜通し一晩中私を愛して。なるほど。という歌ですね。へー、はい、はい、これ
can hold back っていうのが耐えられない。まあ、any more がこれ以上ってことですね。なるほど。もうこれ以上耐えられない。もう我慢できない。我慢できない。gotta have you next to me が、あなたが私の隣にいないと。なるほど。もう離れたくないと。そう、離れたくない。隣にいなきゃもう我慢できない。耐えられないっていうことですね。まあ、コントロールを失ってる、うん、で私はあなたが私のことからかってるの知ってるのよっていうことですね、はい、ティージンズ、ティーズがまあからかう、からかういじるとかからかうとかっていうんですね、うんうん、だからからかってるの私は知ってる、うん、でもまあコントロールが効かないぐらいまあ夢中になってる的なことですよね、うん、あーなるほど、はい、それが要はからかってることを知ってる、知ってるんだけど、うんうん、それでもあなたが、まあ、必要 need you I need you 必要ってことですね。でそれが drive me crazy っていうのが、まあ、おかしくさせる、夢中にさせるとかっていうことですね、うん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 、で can't you see ってわからないって、まあ、聞いてるわけですね、うんうんうん、で you just playing game with me でこれが直訳すると、まあ、一緒にゲームをしているっていうことになるんですけど、そうですね、はい、もうちょっと訳すると駆け引きを楽しんでるみたいなことなのかなと僕は捉えてるんですよ。なるほど。あなたは私との駆け引きを楽しんでる、うんうんうん、単純に訳すとね、ゲームを楽しんでるっていうことになるんですよ。なるほど。要は女性の方はもう俗婚に惚れてますってことを言ってる曲ですよね。はい、はい、そうなんです、その通り、はい、でこれだけど、まあ、男性側からはからかわれてると感じてる、要は感じてるような感じ、こっちの方が夢中になってるよ、はい、みたいなという歌詞ですよね。歌なんです。はい。で、どん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 その確信ついていくというか分かるので、うんうんうん、はい。で、いきますね。はい。はい。Hold me close to you。まあ、もっと近くで私を抱きしめて。Let me love you tonight っていうのもよく出てくるワードですね。今夜はあなたを愛させて。で、take you into my arms。今度逆ですね。あなたを私の中、腕の中に連れていくって言ってるんです、ね。なるほど。最初の方に出てきたのは、take me into my arms。私を連れてってですね。そうそうそう。私をだったんだけど、今度は、あなたを私の腕の中に連れていく。連れていくと。で、ここが僕は繋がってると思ってるんですけど、はい、あなたを私の腕の中に連れていくっていうのが、つまりそれ私が何を意味するかあなたは分かるでしょ、うん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 、腕の私の腕の中にあなたを連れていくことがどういう意味か分かるよねっていうことを聞いてるんですね。でその答えっていうのが今夜私たちは人、まあ、Will be one っていうのは We will be one 一つになる、なるほどっていうことですね。いやーちょっと色っぽいっすねこれ。色っぽいっすよね。表現がねすごいストレートな感じですよね。ストレートでもこんなことを言ってたというね。あー確かに確かに意外かもしれないですよね、はいはい、でここからサビですね、はい、Work with me。はい、コーラスの部分が Need you loving, baby, need you loving I need your love とかってね、よくある表現ですよね、はいはい、I need your love、それから I need your loving で、これは直訳すると私はあなたの愛が必要です、うんうん、なんですけど、まあ、それってちょっと硬いじゃないですか、うんうん、確かに。なので、意訳すると愛してっていうことですね。もっと愛してっていうことが、まあ、この I need your loving ですね。なるほど。で、まあ、この baby とかもいわゆるその愛しいという意味を込めてつけているので、もっと愛してよということが、言えます。で次の All Through the Night は一晩中、一晩中 Rock with me なわけですよね。なるほど。まあ、シェイクはね振る、まあ、震えるとかなので、うん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 、私を震えさせてという意味ですね。なるほど、はい。はい、Lay with me は私と一緒に横になる、横になって、うん、Keep me wait っていうのは、まあ、待たせてるということですね、はい、なのでよく使うのが、はい、Sorry, I kept you wait とか、kept you wait で待たせてしまった、待たせた、うんうんうん、だからまあそれでよく謝るときに使います、うん、使いますね、うんうん、でこれに関しては Keep me wait って私を待たせてって言ってる表現なんですよね。 な、うんうんうん、なんかそれがしっくりこないので、うんうん、まあ、この曲の雰囲気に、意訳すると、うん、じらしてっていうことですね。なるほど。
じらして、あなたはじらしてくんないの、うん、っていう歌ですね。セクシーですよね。セクシーですね。で、朝まで一緒にいて、うんうんうん、で、ガメバリンっていうのは、このバーンと燃える、燃え上がる。はい、私を燃え上がらせて、ということですね。これがまあ冒頭、その、ね、燃え上がるのを感じて、その感覚がやってくる。なるほど。この燃え上がるということになりますね。で、それの繰り返しで、第20ラブですね。うん、なので Rock with me need your loving baby and you loving 愛してっていう意味ですね、うん、でまあ、最後の行だけちょっと変わって、うん、Oh baby rock with me until the morning light、うん、これは朝日が来るまで Rock with me、 なるほど、ということなんですよね、うん、じゃあここで、まあ、クイズというかね、 Rock with me はどういう意味かっていうことですね。そうですよね、もうこれはもうでも本当に、はい、エッチしたいって言ってるってことですよね、これ。そういうことなんですよ。だからまあ、直訳をするとね、ロック、まあ、ロックンロールとかのロックですよね。はい。ロックウィズミー、私と一緒にまあ、踊ってとか、うんうん、そういう意味に取られるんですけど、この曲で言うと、これはもう、私とセックスして、エッチしてとか、うん、私を抱いてという意味になるわけですよね。はい。それが込められてたのが、このロックウィズミーという歌で、うん、最も危ないデカの中で、タカが犯罪組織が消したい、口封じをしたいと思っている2人を守るときにかかる曲なんですけど、非常にそのアクションがかっこよくて、はい、でもかかってる歌が色っぽい、はい、そこがなんかね、タカの雰囲気にも合いながら、でもアクションっていうその曲自体はアップテンポじゃないですか、はい、でもこんなに色っぽい歌を歌ってたんですよね。なるほど。曲としては皆さん、その Rock With Me という曲は多分知ってると思うんですけど、はい、これが私を抱いてっていう歌だったって、そういう歌詞というか内容だったと、うん、っていうのは僕も大好きだったんで調べたんですよね。もう、はいはいはい、最も危ないデカを見続けた時に、はい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 、この曲の意味を知ってまた聴くと、タカがよりね、まあ、ダンディーでありセクシーに見えるというか、なるほど、すごいこう、まあ、色っぽいし、抱いてっていう歌だったんですよね。しかも女の人の方が我慢できないとか耐えられなくなったりとか、ね、じらしてとかね、そういう本当にまあセクシーな歌ですよね。そうですね。 なのでこのロックイズミーのロックはまあ抱いてという意味だったわけです。なるほど。でさらにですね、その歌詞 そのまあロックイズミーのところのよく聞くとですね、これもまたあの色っぽい声になってたりとか、うんうんうん、はい、これはなんかちょっと歌の観点とかになるんですけど、サビの前の、うんうん、Will be one tonight で、そこからサビになるんですけど、はい、この Will be の we の、発音にちょっと注目してもらいたいんですよ。 will be の will be、ね、will be one tonight の will の we のところですね、はい、いきますよ。うん、ウィーのところが分かります？声の質が、はい、ちょっとこう泣いてるような感じの Will be じゃなくて Will be みたいな感じなんですよ。なるほど。ちょっともう一回いきましょうか。分かります？なるほど、はい、ここでやっぱその女の人の感情が要は爆発してるんですよね。その意味合いもそうじゃないですか、うんうん、Will be one tonight、 私たち一つになるのというこの感情が、うん、その溢れ出てる、なるほど、 Will be の we のところなんですよね。でさらに Rock with me の Rock の発音のところを赤線引いてるところですね、はい、Rock の発音をよく聞いててくださいね。わかりますかね。Rock with me っていうんじゃなくて Rock with me って言ってるんですよね。なるほど。ちょっともう一回いきましょう。スーパーマニアックですけどね。そう、これも女の人の感情がね、歌に出てます、ね、なるほど。わかりますかね、このロックのところが、うーん、この苦しそうな感じというか、なるほど、ロック
クリスマス、クリスマスって言ってるんですよ。で、これが、その切なさだったり、女の人の感情を、繊細な感情というかね、私を抱いて、だからこれ抱いてっていう曲名じゃないですか。でも抱いてって言ってるんじゃなくて、抱いてって言ってるんですよ。なるほど。で、これが、まあ、わかりやすい例で言うと、平井堅さんの、瞳を閉じてって歌、どなたも知ってますよね、歌の、入りとかも、このエッジボイスっていう言われ方をするんですけど、それが使われてますよね、その、歌詞が、朝目覚めるたびになんですけど、はい、平井堅さんは、朝目覚めるたびにって、この、わかります、うんうんうん、僕はね、プロじゃないんで、できないんですけど、この、っていう苦しそうな声というか、うんうん、適切な表現がちょっとうまく出ないんですけど、うんうん、この感情がやっぱ出てるっていうところですね。ラックやつみっていうここのってかこれもやっぱ色気がすごい引き立つもうサビのような入り口ですよね。なるほど。でこれがその抱いてっていうのがすごく出てる曲ということで、うんうんうん、こういう、まあ、そのこの細かいところの積み重ねがさらにそのタカのこのロック泉がかかったシーンをセクシーかつこう色っぽくしてるんじゃないかなという推測ですね。この歌を歌ってる人がそういう意味でこのロックの発言をしてるかわかんないんですけど、はい、僕にはそう聞こえますね。そう聞こえると。この要ははっきりロック泉っていうよりもロック泉って言ってるんですよね。なるほど。これがねセクシーですよね。あアブデカの世界のその色っぽさだったりとかなるほどに合ってるわけですね。やっぱり2人の色気と合う歌でもあり、はい、意味もそういうことなんだと。あ確かに確かに。これ1回しかかかってないんですよ。これ1回かかっただけなんですよね。でも強烈なインパクトがありましたね。なるほど。これだからそのドラムの音とかも、はい、ちょっと注目してもらうと結構しっかりドラムの音入ってるんですよね、うんうん、しっかりドラムの音が入ってるんだけども要はロック調なんだけど曲はなんか濡れてる曲じゃないですか。確かに。そのいい感じのバランスというかしっとりの曲の内容なんだけども少しアップテンポでそうですね。ドラムの音がしっかり刻まれてるっていうのがまたね、はいはい、ハーモニーを生み出してるような感じがしますね。マニアックすぎます。いやいやかなりマニアックじゃないですかこれそうですね。今回はこれいいのかな。どうすごいマニアックだと思いますね。これの解説の需要があるかは分かりませんが、まあでも、でも、これを知って、うんうんうん、まあまたね、見直すとか、うん、まだちょっとね、もうたまらないです。味わい方が変わってきますよね。うん、なので、フルバージョン、多分皆さんもう聞きたいと思ってるんですよ。この、はい、解説はね、はい、止めてますけど、はい、まずじゃあフルバージョンをどうぞお聞きください。Coming on.
い、ということでね、Rock With Me ね、僕たまらなく好きで、もうこの歌詞の意味が分かると余計にっていう感じなんですけど、なるほど、最も危ないデカを見るときにこのシーンがね、はい、さらに引き立つと思うので、はい、ぜひそういう風に曲とアブデカをもっと楽しんでもらいたい。そうですね、今回は本当に非常にマニアックなちょっと回になったんじゃないかなとそうですね、思いますが、ご覧になってらっしゃる方も本当にこう危ないデカ、ね、大好きな方、本当ね、最近も本当にコメントもたくさんいただけるようになってますので、そうですね、ぜひこのね会についても、確かにこのマニアックさが伝わったのか、そう、まあどういう意見があるかっていうところもね、うん、ぜひね知りたいですよね、知りたい、あの、うん、僕だけの聞き方なので、そういうふうに捉えられたんですけど、まだ小石さんはね、英語がね、その留学もされてたご経験があるので、はいはい、英語もご理解されて、あ、まあ、ね、聞かれてるので、そういう受け取り方もね、できるというところもありますし、はい、あとは結構その僕歌に関しても、あの、僕歌が趣味なので、はい、そういう意味でその聞こえてくるものはあると思います、うんうん、さっきのそのロックビズの発音とかっていうのは何気なく聞いてて分かんないんですけど、あそこは要はそういう感情が出てるっていうのは、そのボイストレーニングとか受けてたこともあるんですよね。あ、そうなんですね、はい、うん、っていうぐらい、まあ、ただのカラオケ好きなだけなんですけど、でそういうの知ってるとよりだからこそキャッチできる部分だったので、それを皆さんキャッチして聞くことによって、ね、だからまあこのマニアックさが伝わったのかどうかも意見をもらいたい。いや、これ楽しみですね、はいはい、はい、で今回は3回目ですね、その音楽についてはということで、はい、あの、小石さんに解説をしていただきました。はい、で次回、はい、次回に関しては、第10話の激突という回のファッションを解説したいと思いますので、はい、そちらも楽しみにしていただければと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。